Why did never give up?はい、どうも、もっちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日はですね、ステップアップ TV の、大きな柱と昔は言われていた、今はおそらく言われていない、あのシリーズについてお話ししたいと思うんですが、去年までのステップアップ TV といえば何って言われると、間違いなく、もっちが歌ってみたシリーズだと思うんですよね。これが今、まあ、最も多い投稿本数であって、300本ぐらいあるのかな。まあ歌ってみたっていうのがうちのそのチャンネルの柱だったと思うんですよね。それをみんな見に来てくれて、いいねをしてくれたり登録してくれたりしてたと思うんです。ただそのモッチーが歌ってみたシリーズが最近ないぞという声をよく聞きます。そう、その通りないんです。今、まあ、ショート動画しか流れていません。この理由をちょっとお話しさせていただきたいなと思うんですけども、まあ、一つは歌ってみた動画っていうのはものすごく労力を使う、まあ、作業になっていまして、まあ音取りはもちろん、それプラス映像の編集とかがあったりして、すごい手間がかかる割には数字が伸びなくなってしまったっていうのが、もう要はそれよりもショート動画を上げてた方が効率はいいですよっていうところで、まあ今年の1月ぐらいに方針を切り替えたわけですけれども、まあちょっとあれを楽しみにしてくれてた人もきっといたと思うんですよね。まあそんな、方のためにはまあ本当に申し訳ないなと思っているんですけれども、一つはもうそれが理由です。そしてもう一つはですね、一応これから先は歌ってみた動画がまた復活します。そうなんです。なので今言ったことと真逆のことを言っているんですが、これからはですねちょいちょい歌ってみた動画が上がってくることになります。おそらくその理由はなぜかと言いますと、暖かくなってくると教室的には発表会シーズンが始まるわけですよ。で、私の在籍している福岡 LGMS 音楽教室、7月に決まりました。1月2日かな。それプラスもう一つ在籍している島村楽器さんの発表会が8月に決まっています。7月の末だったかな。まあそのぐらい1ヶ月ぐらい空いてるんですけど、この2つの、まあ、大きな発表会が、近づいているので、私はそのサポートとして、出場しないといけないわけです。もちろん自分の生徒も出るんですが、歌の方でお手伝いをしなくてはいけませんと。まあそういう中で、生徒さんがやりたい曲を覚えないといけないわけですよ。前々回ぐらいからやり始めたんですけど、どうせ覚えるんだったら動画に上げてまえっていうことで、覚えた曲を片っ端から歌ってみた動画にしてアップしてたんですよね。だから去年の秋ぐらいまでは結構動画上がってたと思うんですよね。それはもう正直言って発表会の影響です。なので今年も必ず、覚えないといけない曲が出てきます。そしてどうせ覚えるんだったら動画にしちゃおうでということで、動画にもします。まあなので今からですね、続々と候補曲が上がってきておりますので、まあ、それを覚えていきつつ、出来上がったやつからもう動画までやってアップしていきますんで、ぜひそちらの方を見ていただければななんて思っています。はい、なんかね、まあそういうきっかけでもないと、もう今やろうっていう気持ちにならなくなっているという現実もあります疲れてんのかな、わかんないですけどね。まあですので、まあもし待っていてくださる方がいらっしゃるのであれば、これから先ちょっとずつ出てきますので、よろしくお願いします。ただね、選曲がなんていうんですか、洋楽の曲だったりとか、めちゃめちゃマイナーなアニメの曲とかで言うとカラオケが存在しないので、そうなってくるとちょっと難しかったりするんですよね。まあなのでそこら辺はもう何でしょうね、いい曲を担当できることを願っておこうかなみたいな、そんな、気持ちになっています。はい、もう毎回ねものすごい数の曲を覚えないといけないんですけど、まあなんか自分の修行にもなるし、
まあ、頑張ることで生徒さんが、ね、前回もすごいもう楽しかったってお礼言ってもらえて、いや嬉しかったですよね。そう、まあ、なので今年もそういうのをやっていきたいなと思っておりますので、まずはねちょっとそれに向けて曲覚えて動画上げていくっていうのをやりますんで、お楽しみいただければと思います。前回はねそれに伴って発表会のリハーサルのリハーサルをするみたいなイベントもやったと思うんですよね。あれも結構僕の中で画期的だったとか、すげえ助かったっていう、そういう、一日でした。まあ、なのでまずねちょっと4月に終わるぐらいには、曲候補が上がってきますんで、ぜひそちらの方を見て、動画、あ、こんなの歌うのかなっていうところを見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。いやでも今4月でしょ、何日今日、多分、ま、撮ってるのは12日とかなのかな、もう3ヶ月切ってるぐらいなんですよね。そう、もうすぐなんと、いや今のうちに、そういつも思うんですけど、もう世の中全てにおいて先手必勝なんですよ。先に準備していた人が楽に物事を進められると思うんで、まあ、なるべくちょっと早くね、なんだろう、準備したいですね。その上で、楽したい。そう、純粋にそれ楽したいです。もう毎回もうアタクタアタクタしちゃうのがもう通例のパターンだったので、ちょっとねもうそればっかやってると、なかなかね焦っちゃう自分がまあいるからですね。そこだけはもうなんとか防ぎたいなっていうのがまあ僕の思いです。はい、ということで、今もしこれを見ている生徒の方、優しい曲にしてね。いやいいですよ、自分のやりたい曲やってください。もう難しくても頑張りますので、はい。ちょっとね、まあ何人の方が参加するかはわからないんですけど、盛り上がってくれるといいですね。みんなで思い出を作りましょう。僕も全力で、今回ももちろん総合司会をやるつもりでいます。僕しかいないでしょう。ということで、広い会場でね、どんなオープニングと、そしてエンディング、どんなオチをつけるのかというところも楽しみにしててください。だいたい何やるかはもう決めました。大まかなストーリーを作りましたんで、それも期待していただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、今日は、ぼっちがなぜ歌ってみた動画を上げないかの理由を話してみた、見ました。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは次回も、皆様のご視聴お待ちしております。それでは失礼いたします。ネバギブアップ。